さあ早速やっていきましょう。とその前に、野球部 OB の本屋の山野くんからスケジュール強化極意書をもらいました。ありがとうございます。じゃあまず手始めにと、新入生を含めて、今回の会津清流の戦力をちょっと見返していきましょう。まずエースの久保くん彼が一番成長したのではないでしょうか。伸び A とジャイロボールを手にしました。もう少し球速欲しいね。コントロールもスタミナもといったところでしょうか。で、ムードバツの松永です。大変化球を覚えましたね。今井くん、大変化球を覚えてます。横田くんはダメ出しはこれ前からあったね。高橋くんは固め打ちを習得しましたね。もうちょっと守備欲しいかな。ショートだし、一番成長したの野手の中で一番成長したのは彼ではないでしょうか。阿部守備職人、アウトコースヒッターつきましたね。結構バンバングラウンドでホームランぶちかましてますね。そして、2年生、木村くん、牽制もあるクロスファイヤーです。で抑えの宮地くん、威圧感覚えてます。139か。なるほど。で天才の山西、本101。ほう、逆境とローボールヒッターが身につきましたね。あ、なんか出ました。堀くんも固め打ちがつきましたね。で江藤くん、チャンスメーカー。川出くんは守備職人が身につきましたね。そして1年生、スカウトで取った鈴木くん、130キロシンカー6、球速安定、ただし乱調タイランナーの赤徳を持っている。で彼は五島くん、マッスラ100、赤いねこう見ると赤いな。キャッチャーの山本くん、おおおお、G2 個 F あと F、勝くん、守備肩 G、 ミートはすごいね。上田くん、補給が高いです。ショートの川野くん、パワーヒッター。彼は彼で後釜として良さそうだね。後釜のショートの子、また結構強打者感があっていいと思います。そして、こちらも スカウトで手に入れた杉本くん、152、基礎能力高いねといった感じです。それではもう一つ大事なこと、練習指示をやっていきましょう。久保くんは変化球鍛えてもらって、木村くんも宮地もまあ変化球鍛えてもらおうかな。ここはで五島くんどうしようかな。フォーク方向覚えてもらうか。鈴木くんはまずスライダーかな。で松永、まあパワーいこうか。山西は肩かな、これは引き続き。で山本くん、まあ1年生はまず弾道上げよう。そこだね。今井くんはまあパワーでいいや。で1年生なので弾道上げて、堀くんどうしようかな。補給 E は欲しいな。ちょっと期待させよう。で横田もちょっと補給期待させよう。で上田くんも弾道、高橋くんパワーでいいや。パワー C は欲しいな、ちょっと。川野くんも弾道を上げて、岡村もパワー C 欲しいな、ちょっとパワー上げよう。カネくんはまあ一回ミート期待させて、江藤くんもまあパワーでいいや。で最後に杉本くんは弾道を上げて5。
4行けばそうか、本屋も行けるな。ただ5ばっかだな。あ、分岐来た。でもどうだろう、このまま、あ、でもいいか、 2踏めば一応。ほら、で今何来た、ポーカーフェイスの本、ポーカーフェイスの本か。威圧感癒しそこそこ強いの来たな。なんかさっきから成績悪くてやけくそ練習が増えてるような気がするんだけど。練習指示はしなくていいか。指立て伏せ。お川野がなんか成長している1年生、なんか肩10上がったって。おお、マジ？1年生でこれか。待って、高橋くん、じゃあ俺行ってくるわ今回。やべえ、前評判 B がいる。 B4、 これは、おうおうおうおお、なんとか前評判いいか、でもいいか、戦えるかな。イベントなし。じゃあこのまま行っちゃうか。みんなちょっとくたびれてますね。コントロール上げる、コントロールか、急速上げやる。こっちも急速上げようかな。1年生はちょっと変化球磨こうか。山西どうしようかな、パワー上げたいな。こいつは普通だから、ね、知らせるか、もう少し。で、今井くんはいいと期待させよう。勝つ、勝った。堀くんは守備だね。あれまだ外野適性がついていないいいか、まあそれでも、まあまたいいか。山田君は、まあ、そうか、パワー陣消えたからか。走らせるか。横田どうしようかな。ちょっと走らせたいな。走らせかな。うん。走らせかな。河野もちょっと足鍛えさせたい。で、カメラは2位と、ガハネは肩でいいや。あとはまあ守備か。で、杉本はミートアップでいこう。さあ、まあここは天才山西ですね。信頼度まだ高くないな。ちょっとオーダー変更。6番川野でいこうかな。今回はこのオーダーでいきます。よろしくお願いします。
球児たちの夢舞台が幕を開けます。地区大会1回戦の模様をお届けいたします。一塁側白川、三塁側清流高校、一球一瞬にかける夏が今始まろうとしています。さあ甲子園の切符をかけた初戦プレイボールです。ツーアウトランナーなしという場面で山西、マウンド上ピッチャーは井上、急成長で、さあここで急成長した姿を見せることができるか。こう投げた、ボールボール外れる、外れた、フォアボール、よく打った。さあノーアウト2塁、清流高校追加点のチャンスを迎えました。ノーアウトランナー2塁という場面でバッターは2年生山西、最初のバッターボックスはフォアボール、ストレートはボール、投げた、肉投げました、低めボール球、ショートゴロ、アウト、山西いい当たりでしたがショート、あでも1点は先制してる。清流高校リードで迎える5回です。バッター山西、今日はフォアボールとショートゴロ、投げました、初球流し打ち、これは落ちた、長打にはならないが、ナイスバッティング、お、チャンスだ。ツーアウトランナー一塁二塁という場面でバッターは1年生川野、川野くんはもう強振でいくよ、投げました、パワヒだからね。ボール、第2球投げました、アウト、投げました、空振り、くる、投げた、打ちました、持て持て、ショートこれは守備範囲内、アウト、スリーアウトチェンジ、残念。1点だけなんだよな。リードで迎える7回です。ノーアウトランナー1塁という場面でバッターは3年生今井、強振センター返し、投げた、ストライク、スライク、投げた、高めボール球、ピッチャーは危ない、内野安打、危ねえ、記録はヒットになりました。これで今日は4打数の2安打。第9投げた、インコ、と対応身長センター返して結構山西、投げました、空振り、投げました、あっと引っ掛けた、あでも抜けた、帰ってこない、レフトバックホームまあでもチャンス拡大、あっと取れない、でこれたんちゃう、山西ナイスバッティングです。清流高校なおもチャンス、満塁で高橋か、持ち前の熱血が力を発揮することになるのか、強振犠牲フライでいこう、投げました、初球、あ、これ落ちた、いやーい、さすがだね、4番見せたね、2点入りました、高橋タイムリーツーベース、初安打、ノーアウトランナー2塁3塁となりまして、横田、第9転がそうか、1球投げました、投げました、3球投げた、打ちました、ピッチャー返し、抜けた、いいピッチャー返し、センターバックホーム、清流高校さらに1点追加、横田タイムリーヒット、清流高校3、4点は欲しいな、となりまして、川野、さあラッキーボーイの本領を発揮することができるか。第9初球空振り、バットが空を切りました、ガチ身長センター返し、強振で1本、投げた、引っ張った、サード強襲、まあ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 、これはこれはドンマイ、清流高校なおもチャンスが続きます。強心臓発動させて、強心臓が力を発揮するのか、つけさせてミート身長流していこう、杉本投げた、こいつが先生だと言ったのね、打ちました、田中取った、二塁フォースアウト、アウト、偵察、スリーアウトチェンジ、7回の表が終わって4対0清流高校、ああでも猛攻だった、リードで迎える8回です。ツーアウトランナー1塁という満塁でも打ってくれたし、まあ言うことなしだね、初球から打って、これはセカンドを超えない、
一塁ランナー岡村残塁に終わりました。8回の表が終わって白川追う展開で迎える8回です。ツーアウトランナー2塁という場面でバッターは2年生渡辺。よし中羽君励ましてあげてください。第9力で押すよ。投げた高めボール球、これはショート真正面、ショートから一塁送球、危ない、あっと送球それた、アウト、スリーアウトチェンジ。二塁ランナー田中、さあいよいよ9回に入ります。先頭バッターは山西。身長転がせでいこう、まあ出塁できればそれでよし。第2球投げました。第3球は打ちました。うまい、いいセンター返し、山西センター返しというかピッチャー返し。バッターは3年生高橋、今日はここまで4打数1安打。投げました身長で行こう。投げました、よく見てるよ。お、これは入ったろ、素晴らしい。あと何点取ってもいいからな、ガンガンいけ。バッターは1年生、振っちゃいたくなるような今の球は。投げた、打ちました、ファルボール、カーブ、空振り三振。バッターは1年生杉本、今日はここまで4打数1安打1三振。打ちました、初球打ち、ボテボテの当たりはサードゴロ、セカンドフォースアウト。あぶねえ、2アウト、ランナーは1塁変わりません。2度目のゲッツになるとこだったな。ここで揺さぶりは相手に揺さぶりをかけてくるのか。身長強振引っ張りでいこう。投げた、投げた、打ちました、取りました、これで3アウト。9回の表白川、この回はクリーンアップからの攻撃になります。先頭バッターは3番熊谷。ここは守備を鍛えさせつつ、第9投げた、投げた、2球投げました、投げました、ストライクが入らない。投げました、打ちましたが、横手ボールを取る、一塁送球アウト、これでワンアウト。久保のパワーはバッターは3年生、侮っちゃいけないよ。第初球投げました、打ちました、鈍いゴロ、川野掴んだ、一塁へ送る、アウト、あと一人。ちょっと例の作戦をちょっとやろうかな。青龍高校、ここは何としても抑えたい場面。ただちょっと宮地温存しつつ、高橋久保、この二人をこう変えつつ、どんどん変えていきます。マシンガン交代です。鉄筋側を出して信頼度を上げつつ、最後に母根へとを出して、ものすごい盛り上げとこう。第9投げました、投げた、さああと1球、投げた、打ったやつ、これはライト方向へ持っていきましたが、ライト取りました。ヘディングはせんぞ。終了です。青龍高校、まずは初戦突破です。久保見事な完封勝利。いやナイス完封、見事勝利、2回戦進出を決めました。